今日から俺は YouTuber の桜井です。今日はですね、おとといの試合で僕がまた倒したんで、その時のちょっとコンビネーションを今日は説明していきたいと思います。じゃちょっと今回の試合ね、もうボラードをちょっと出そうと思ったんですけど、多分相手が研究したんで、どんだけボラード打っても当たらなかったんで、ちょっと今回は前々回ぐらいの動画でやった内からの2、サウスポーで相手がオーソドックスやった時の場合の内からの2、普段普通は大体そのセオリーは相手の足の外を取って打つんですけど、今回僕が倒したのは内に入って2を打った時に相手がもらって倒したっていう形なんですけど、メリットなんですけど、やっぱ相手がこうそこ詰まって打ってくる相手やったんで、2アッパーで打ち入るときに相手の足が揃うんですよね、まっすぐまっすぐ揃ったらやっぱ踏ん張り効かないんで、そこを持ってあげると、もうそれそのまま後ろにバランス取れずに行くんで、やっぱ見栄えもめっちゃいいんですよね、打ってる側からしたら。2アッパーで打ちに入ってドンっていう感じでパンチで倒しました。前足から内に入ってドン強く打つ、この時の強弱なんですけど、もう僕の場合強く強く強くドンドンドンっていうタイミングで打って、それがちょうどドンアッパーを打つ時に相手が前のフックを絡めてきた時にちょうどカウンターで入ることができるんで、やっぱり大振りの外のパンチより内から打ったパンチの方が絶対に当たるのも早いですし、入るんで、じゃあちょっと3発ぐらい、はい、2、カッパー、ドン、相手足取ると2、マゾの方ですから、ドン、ドン、ドン、ちょっと少なからず、もう一回いきますね、ドン、ドン、っていう感じの強く強く強く20、20、10っていうのが、やっぱり今回は試合でも10位でもいいんですよ、よかったと思います。だいぶマニアックです、最後終わりです。